エビバリシェゲナベイベーアローハー、今県ハワイ、ハワイからハッピーバースデーのコーナーです。はい、今日2020年9月の1日、9月になっちゃいましたね、皆さんね。はい、世界中の9月1日生まれの方々、お誕生日おめでとうございます。はい、今、世界中くるくる回りながら、世界中の9月1日生まれの方々にメッセージ、念を込めて送ってます。はい、その中でもですね、今県ハワイをずっと見てくださってる方々、今日誰の誕生日か知ってますか？はい、今県ハワイにとってもはや愛される憎まれキャラクター、なんとヤマシーさんの誕生日です。はい、そういうことでね、ヤマシーさんを今日祝うために、わざわざですよ、いつも泊まってるという入り替えホテルに来てみました。はい、入り替えホテルのね、このデッキの上から、ヨットハーバー、それからアラモアナの景色、ずっとね見て、で今海がキラキラ光ってるの見えます、先の方。はい、この景色をね見ながら、世界中の9月1日生まれの方々、そしてヤマシーさんにハッピーバースデーソーン行ってみましょう。はい、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア9月1日生まれの方々。はい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 、And Happy birthday to you. One more time. And Yamashii san, say again. Happy birthday to you. Aloha. Thank you so much. いきなりもう通行人の人が参加してくれました。はい、ということで、Yamashii san すごい誕生日になりましたね。で、世界中の、9月1日生まれの方々、このね、ハワイのすっごい青空、このキラキラ光った太陽、そしてね、こうやって緑で、風にゆらゆら揺れる、ヤシの木、はい、この景色をね、誕生日のプレゼントに皆さんに送ります。はい、それからですね、今県ハワイ見てくださってる今県ファミリーの皆さん、今突然ひらめいたんですけど、今グッズ作ってるじゃないですか。で、杉さんと今県とでね、トートバッグと、それからコンビニお出かけ用の、なんていうんですか、ちょっと小さめのバッグ作ろうって言ってたんですけど、今県のロゴの下にヤマシーさんっていう名前を入れて、もう愛されるキャラクターのためにヤマシーバージョンのグッズ作るのどうですかね。はい、それにね賛成する方、この動画のねコメント欄に、ぜひねヤマシーバージョン賛成っていうねコメント入れてください。はい、それじゃあ世界中の9月1日生まれの方々、そしてヤマシーさん、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデーということで、最後はじゃあヤマシーさん大好きな入り替え、はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。 Thank you so much. マハロー。バイ。